テナガエビは、テナガエビかテナガエビ属マクロブラッケムに分類される、エビの総称。熱帯、温帯の淡水域や、寄水域に生息する大型のエビで、和名通り、第二保客が長く発達する分類群である。多くの種類がある中、日本ではその中の一種マクロブラッケム日本年瀬に、テナガエビの和名が当てられている。別義として、種として、 イタリア料理などで用いられる赤ザエビのことを、テナガエビと呼称する場合もある。ただし、赤ザエビは深海域に生息する、ザリガニしたメに分類される種で、完全に異なる。熱帯から温帯に広く分布し、熱帯にいる種類が多い。例えば日本の九州以北では通常テナガエビ、平手テナガエビ、南テナガエビの3種しか見られない一方。 南西諸島では前日の3種を含めた15種が分布する。体長は3センチメートルほどのものから2 0センチメートルほどのものまで種類によって差がある。生態は全身が緑褐色から肺褐色である。若い個体は半透明の体に黒い縞模様があり、スジエビ類に似る。スジエビは目の後ろにある肝状毛がなく、そこでは若いて長エビと区別できる。 一番の特徴は和名通り長く発達したハサミ足である。これは第一歩脚が大きいザリガニやカニなどと違い、第二歩脚が大きくなったもので、よく見ると大きなハサミ足の内側にも一体の小さな第一ハサミ足がある。生体のオスのハサミ足は種類によっては体長よりも長い一方、メスや若い個体は細く短い。この足は餌をつかんだり、 他の個体を排除したりするのに用いる。水底を歩くときには、大小2体のハサミ足を前に突き出し、後ろの3体の不足で移動する。温暖な地方の淡水や下流、気水域の河川、湖沼に生息する。高地の水の澄んだ湖沼には生息せず、移植しても定着できない。夜行性で、昼間は、石の下や、護岸の穴やテトラポットの下、 水草の茂みに隠れている。曇って、日が照っていない時であれば、昼でも活動し、姿を確認することができる。縄張り意識が強く、他の個体と遭遇すると戦って排除する。食性はほぼ肉食性藻類などを食べることもあるが、飼育下で動物性の餌が少ないととも食いもする。繁殖期は5月から9月までで、夏に多く産卵する。小玉子田んで、 メスは直径1ミリメートル足らずの卵を1000から2000個、ほども産卵し、腹足に抱えて孵化するまで保護する。手長エビ類は、ほとんどが両側か夕方で、妖精は、海、少なくとも奇水域まで交換しないと成長できない。孵化したゾエア妖精は、川の流れに乗って海へ下り、植物プランクトンやデトリタスを食べて成長し、1ヶ月ほどで、 体長5ミリメートルほどのちエビになる。ちエビは川底を歩いて遡り、以降は淡水域で過ごす。寿命は1年から3年ほどで、環境による個体差はかなりある。20センチメートル級の手長エビは2から3年、生きているものである。また、オスの方が長生きする。川エビ、ダンマ、ダクマ、ダグマタナガーなど食用に漁獲され、 重要な漁業資源となっている地方もある。地域によって様々な漁法があるが、魚やアメリカザリガニのように釣りで漁獲することもできる。肉食が強いので釣り絵も赤虫や刺し、ミミズなどが使われる。他にもソーセージ、魚の切り身、イカ等でも釣れる。塩茹でや唐揚げなどで食べられるが、他の淡水魚や淡水性甲殻類と同様に寄生虫を保持する。 可能性があり、生殖はされない。食用以外に観賞用として飼育する人もいるが、肉食性のため、小魚や小型のエビを一緒に飼育すると捕食してしまう。また、多数を一緒に飼育すると、共食いや喧嘩を繰り返し結局は一匹だけ残るので、一匹ずつ飼育した方が良い。南手長エビのメス手長エビマクロブラッケムニッポネンセ、体長10センチメートルほど。 朝鮮半島南部、中国北岸、台湾、本州、四国、九州に分布するが、九州では、平手手長エビや南手長エビの方が多い。ハサミ足が非常に細長く、オスでは体長の1.8倍に達する。地方によっては、淡水でも成長できる河川残留型となり、湖やダムで繁殖する、個体群もいる。 平手て長エビのメス平手て長エビマクロブラッケムジャポーニカムヤマト手長エビとも言う。体長9センチメートルほど。千葉県以南から台湾までの水のきれいな川に生息する。川を遡る力が強く、流れが速い川の上流部にも生息している。名前の通り、第2、胸足が太くて平たく、胸部の横には細い縦縞模様がたくさんある。 南テナガエビマクロブラッケムホーモセンスバテ1868体長10センチメートルほど千葉県以南から台湾まで分布し九州や沖縄でテナガエビといえばこの種類を指すことが多い第二胸足は平手テナガエビよりは細いがテナガエビより太くて短いまた胸部の横の模様は太いメートル字型である平手テナガエビよりも下流域に多い ザラテテナガエビマクロブラッケムオーストレイル体長8センチメートルほどで、テナガエビとしては小型種。長いハサミ足の先端半分に小さなトゲが密生し、ザラザラしているのでこの名がある。太平洋、インド洋の沿岸河川に広く分布し、日本では種子島以南に分布する。初期タテナガエビマクロブラッケム初期体富士のイバは、1973日本で、 唯一の完全河川残留型の手長エビで、妖精は海に下らずに、地エビになる。沖縄県入表島の固有種で、台湾や中国に分布する同様の陸風種、大陸手長エビ M アスパーラムから分岐したと考えられている。名前は、エビ研究者の初期田茂道に対する懸名である。環境省レトリスト純絶滅器具、沖縄県、レッドデータブック絶滅器具通類。 コンジンテナガエビ A、ビッグクローリバーシュリンプ。コンジンテナガエビマクロブラッケムラー体長15センチメートルにもなり、成長したオスはハサミ足を含めると30センチメートルに達する大型種。オスのハサミ足は、ハサミ部分が外側に大きく曲がる。西太平洋とインド洋の沿岸河川に分布するが、日本での分布域は、薬師妹南である。 オニテナ長呼びマクロブラッケムローゼンバーギー体長28センチメートル程度になる炭水産の大型種。タイ、マレーシアなどの東南アジア原産。台湾、中国などでも輸入され、食用に養殖されている。色は藍色で頭部が大きく、第二歩行足が体長よりも長い。ありがとうございます。